ガツーは、常石ホールディングス傘下の瀬戸内クルーズが運行する、クルーズ客船。船名は、石谷の尾道地方における方言に由来する。常石造船で建造され、2017年10月17日に、就航した。尾道市のベラビスタマディーナを発着港として、瀬戸内海沿岸の継承地を周遊。宮島、大三島、 丸亀市などに寄港する宿泊型クルーズを行っている。振動を抑えるため電動モーターにより10ノットで航行する。夜は港に接岸せず、入江に投病することが多い。常石造船は1989年から1999年まで本船と同様にマリンパーク、境ヶ浜を拠点に、元、宇航連絡船、トサ佐丸を改造したクルーズ客船。 サウンズ・オブ・セトを運行していた。建造資金は地元地方銀行及び日本政策投資銀行の出資によるセトウチ観光活性化ファンドを通じて調達。事業開発を地域の金融機関など40社長が出資するセトウチブランドコーポレーションがプロモーション、旅行商品開発を一般社団法人セトウチ観光推進機構が支援するなど 地元企業の協力を受けて事業が進められている。尾道水道を航行する就航前の本線、尾道水道を航行する就航前の本線外観、及び内装の設計は建築家の堀部康氏によるもので、瀬戸内との調和をコンセプトにデザインされた。船体上部には、瀬戸内の集落に見られる霧妻屋根をイメージして、屋形船のような屋根が掛けられており、 外観上の特徴となっている。船体色は海や空に溶け込む色としてシルバーが選ばれた。内装には木材が多用されており、船舶の安全基準に合わせて不燃材が使用されている。客室は全て海が見えるように配置されている。船体は4層構造で上部からデック3、デック1と呼称され、デック1.2に客室、デック3にダイニング、 寿司カウンター、カフェバー、ラウンジなどが設けられる。デック1には乗船口が設けられているほか、後部はアクティビティデックとなっており、飛行先での上陸用にテンダーボート2隻を搭載する。操舵室はデック1の前端に設けられている。デック1の下部は機関室、乗組インクとなっている。客室は全室替え側で50から90平方メートルの4。 タイプ19室が設けられている。船内では、地元食材を中心とした食事が提供され、室内の調度品、アメニティなども瀬戸内海沿岸の生産品が厳選されて使用されている。船内で提供される和食は、原宿の老舗割烹、十四市の大将である佐藤健三が監修。寿司は、淡路島、渡るの坂本渡る生が監修する。その他、 ラウンジでは、奈良の、歌手者の北聖一郎監修の和菓子も楽しめる。ありがとうございます。